隅から隅までこの番組では、三田市内にある20の小学校にお伺いし、児童の皆さんに学校や校区の紹介をしてもらいます。今日の校区隅から隅までは、愛小学校です。まずは愛小学校の校歌をお送りしましょう。 高区隅から隅までは愛称学校です愛称学校3年生は高区で環境学習を行っていますそこで今回はどんな活動を行っているのかまたどんな発見があったかなどをお聞きしました今日は愛称学校の皆さんにお話を伺っていきます 3年生の皆さんに登場いただきましょうではまずはお名前を教えてください青野壮太ですはい。青野さん愛称学校はどんな学校か教えてもらえますか、はい、愛称学校は創立85年全校生は93人の学校で三田の西にある学校です春は縦割り班の愛子班で遠足があります来年もあるので楽しみです秋は 愛称文化祭があり、各クラスの出し物を楽しめます。冬にはマラソン記録会があります。少ししんどいけど頑張ります。そうなんですね。愛称文化祭はもう終わったのかな。はい、終わりました。はい、何が楽しかった六年生のお化け屋敷です。はい、ありがとうございます。では続いてお名前を教えてください。テイラー J です。 はいではテーラーさん3年生は校区で環境について学んでいると聞いたんですけれどもその中で春に山に登ったと聞いていますがどんな山に登ったんでしょうかえーと5 9 6ルの高い山です自然豊かな山で他の県の人も登りに来る人気の山です僕も大好きな山です そうなんですね。どんな名前の山ですか国造さんです。国造さんですね。えー、と今僕も大好きな山と言ってくれましたけど、登った時の感想を教えてください。はい。急な山でと,とてもしんどかったけど、学級目標のスクラムトライでみんなで励まし合って登れたので、頂上に着いた時はとても嬉しかったです。 景色がすごく綺麗でした山登りをして頑張る力がつきましたそうなんですねまた登ってみたいですかはいはい頑張ってくださいありがとうございますでは続いてお名前を教えてください上中岩です はいでは上中さんには1年を通して甲区にある産休のその3で活動していることを聞いていきたいと思いますがでは産休のそのとはどんな場所か教えてもらえますかはい自然がいっぱいなところで魚や生き物や植物がたくさんあるところですそうなんですねでは1学期はどんな活動したのか教えてもらえますかはい秀坂新井関で魚や貝など川の生き物を取り それを調べる学習をしました。そうなんですね。どんな発見がありましたかアには絶滅危惧種の魚がいることを知りました。地球上で絶滅危惧種の魚がいなくなると、すごく困ると思いました。そうですよね。ではあの楽しかったことも教えてもらえますか魚を捕るのが楽しかったです。私はエビをいっぱい取りました。 そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。はい、では続いてお名前教えてください。瀬田雄也です。はい、では瀬戸さん、サンキューの園では、2学期はどんなことをしましたか、はいえー、秋のお宝の植物やキノコを見つけをして、その後、見つけた植物について、谷口先生から教えてもらいました。そうなんですね。どんな発見があったんでしょうか水場の秘密を見つけました。 その秘密は山に飛行機が落ちたときたくさんの人が損難したけれどこの水場を知ってたくさんの命が助かったそうですそうなんですねでは楽しかったことを教えてもらえますか秋の自然と触れ合ってあ遊んだのが楽しかったですはいありがとうございますでは続いてお名前を教えてくださいはい三日月春馬ですはいでは三日月さん自然環境について学んで思ったことどんなことがありますか 自然のことを大切に守っていくことですわけはサンキューのその鋭気たくさん自然と遊んで楽しかったのでこの自然をいつまでも守りたいという気持ちが強くなったからですみ,みんなにも自然を大切にしてほしいですそうですねわかりましたありがとうございますでは他に楽しかった学習についてお話を聞いていきましょうお名前教えてくださいはい福井青人です ははいでは福井さん、他に楽しかった学習、どんなものがありますかはい僕は国語でサーガスのライオンを学習して楽しかったです。やる気のなかったサーガスのライオンが仲良くなった男の子のために、火事から助けようとして、命を落とす悲しいお話です。僕とゆうやさんそしてクラス クラスのみんなが、銀座の気持ちをよく考え、いっぱい発表し、学びが深まったのがいいと思いました。僕も銀座のように人を守れる人になりたいです。授業を見ていた森脇先生が、みんながいい発表をしてたので、感動してくれて嬉しかったです。そうなんですね。福井さんもたくさん発表しましたかはい。 はい、これからも頑張ってください。では、お名前を教えてください。安達、はい、海人です。はい、では、安達さん、他に楽しかった学習を教えてください。はい、えー、っと、僕が心に残ったことは、市内巡りで瀬戸牧場に行ったことです。牛の育て方について、丁寧に教えてもらいました。そうなんですね。牛を見たのは、生で見たのは初めてですか。はい、はい、どうでした。はい、えー、っと。ちょっと、わからないとこが、皆さんがあって。 で質問して、えー、瀬戸さんが分かりやすく説明してくれて優しかったですはいありがとうございますでは最後お名前教えてください北野風音ですはいでは北野さん、えー、学習楽しかった学習について教えてください、はい、市内巡りです中でも私は森田工場が一番印象に残っています日本で作られている消防車の半分以上がこの森田工場で作られているそうです 火事で人の命を救う消防車を作っているすごい工場が三田市にあることを知って嬉しく思いました。はい、ありがとうございます。今日のコーク隅から隅までは愛小学校でした。愛小学校3年生を代表して8名の皆さんに環境学習についてお話をお聞きしました。 コーク隅から隅まで。この番組は毎月第1、第3、第5土曜日の10時45分ごろから放送しています。再放送は翌日曜日の夜7時からと、月曜日のお昼12時45分ごろから行っています。次回の放送は12月21日土曜日。 つつじがおか小学校の登場です。次回もどうぞお楽しみに。